ああ、誰だ俺のマンモスにこんな落書きをしたのはひどい、許せない。くそ、犯人はこの中にいる。あれ、ここローカルじゃね。へでは、KT アワゲーミング局長、アーククリスタルですね、やっていきたいと思います。今回ね、僕の超絶マイブーム、ペイントについて解説をしていきたいと思います。なんとね、ペイントが天才であればボードランを実装できるからね、こんな風に。すごいでしょこれ。これね、トライブメンバーが僕に落書きしました。それでもぐちゃぐちゃ。一つ目、ペイントの道具。二つ目、ペイントの種類。そして三つ目、ペイントのやり方になっております。それではね、まずね、ペイントの道具からね、解説をしていきたいと思うんだけど、実際のね、塗装と一緒です。まず必要なのは、塗装に必要なね、塗料ですね。なんか、ネイティブな発音になっちゃったけど、塗装に必要な塗料と、あとは、ブラシ。これだね。で、もう一個は、スプレーになりますね。これですね。で、このペイントスプレーと、ペイントブラシ。あとは、塗料。この三つがあれば、とりあえず何かしら塗料をぶっこんで、色付けができるっていう感じになっております。で、まあ、基本的にね、ブラシと、ペイントスプレーに関しては、円グラムで開放して、普通に作るって感じでできるので、簡単にね、作ることはできます。こんな感じはね、レベル9で開放のペイントブラシ。あとは53で開放のスプレーっていう感じかな。あとは塗料になるんだけど、まあ、これなんだけど、色付けのね、染料って書いてあるのか、正式名称は。なるほどね。で、まあ、いろいろね、こう、色があるんですけども、この色の塗料に関しては、これはね、ちょっと見てほしいんだけど、実は色一個一個にレシピが別々にあるんだよね。なので、これをちょっと覚えるのは無理なので、一応ね、このウィキね、URL 下に貼っておきますので、個別に色の作り方見たい方はそちらご覧ください。でね、まあちょっとね、多すぎるんで、僕とかはね、もうめんどくさがりなんですよ。めんどくさがりなんで、まあ皆さんにお手軽に何もレシピ見ないで、とりあえずペイントの塗料をたくさん一気に作れる方法をご紹介したいと思います。で、ペイントのこの塗料のルールって規則性っていうのがあって、それ何かっていうと、とりあえずベリーで色をつけるっていうのが大前提なんだよね。ベリー系で配合して色をつけて、で、他の色になったプラスアルファで木炭、火薬、発火粉っていうそこら辺をね、適当に混ぜて使うっていう形になるんだよね。まあ何かしらをプラスアルファで混ぜたり、ベリー単体だけの配合でもいけるっていうような感じかな。なので、こういう感じ。じゃん。発火粉とか、火薬。で、ベリー各種ね。とりあえずこの辺を全部ぶち込んで、一気に起動ってやると、はい、作れます。まあこんな感じですね。で、この塗料の作るというのに関しては、基本的には調理鍋か、この工業用調理器具になります。なんかね、料理と同じ枠組みの中の、まあ、作成のシステムに入ってるっていう感じかな。なので、料理鍋の場合は、基本的には水も一緒に入れないといけないから気をつけてください。これね、調理器具なんで、水はもともと供給されているって感じかな。っていうので、勝手にね、色がね、いっぱいできてきます。水がね、補給され次第、どんどんね、色が作られていくっていうような感じになっております。はい、こんな感じだね。まあ、一瞬でこれだけできたって感じだから、めちゃくちゃね、この調理器具があると、色付けはやりやすいかなって感じ。まあ、僕はね、よくこれをやってます。めんどくさがりなんで。なんと、思考停止でもできる、簡単な塗料作りでした。ということでね、次に行ってみたいと思います。次にね、ペイントの種類なんだけど、2種類あるんだよね。で、ペイントの種類2種類どういうことかっていうと、決められた場所しか塗れないパターンと、あとは自由にペイントできるっていうこの2パターンなんだよね。とりあえずね、簡単な固定パターンからね、ちょっとやってみたいと思います。これね、建材とか装備とかスキンっていうのがね、この固定パターンになっていて、ちょっとね、実際に、ちょっと僕の、エクスカリバー、あ、じゃなかった、思考騒動ね、やってみたいと思うんだけど、まあ、こんな感じにね、こうあるでしょ？こうやってあるんですよ。で、これをね、塗りたいんだけど、塗れる場所っていうのはもう決まってるんだよね。この左にある、この地域、1、2、3、5。ここはね、塗れるって感じなの。ちょっとわかりやすいね、赤にしてみようか。赤だと、ちょっとわかりづれえな。あー、これ、あれだね、刀身が今赤になったね。はい。とりあえずね、刀身だけじゃ赤にしてみますね。で、ペイントを適用するか、あとはこの、今選択している地域1ってこうダブルクリックすると色塗れます。で、これをすることによって、僕のエクスカリバーの刀身は赤くなりました。うお、かっこいいっていう感じかな。これが固定パターンだね。基本的にさっきみたいに選ぶ箇所が決まってるって感じ。まあ、こうやってね、スキンとかも実は色付けができるので、こうやって色が変わっていくって感じ。あ、ここが紫になるのか、みたいな。っていう感じに変わっていくっていうようなところになりますね。なので、この
固定されたパターンっていうのは、まあ、結構やりやすいかな。もう勝手に決められてるから、僕みたいにちょっとね下手くそというか芸術センスがあんまない人はこういう方がやりやすいです自由になんか書いていいよって言われてもちょっとね下手くそだからどうしようってなっちゃうから。でそんな下手くそに厳しいのが自由ペイントになります。で、まあ、自由ペイントは何かっていうと、まあ、ちょっとね沙織ちゃんでやるんだけど、はい、まあ、こんな感じですね。沙織ちゃんを自由に落書きとか色付けできます。とりあえずじゃあ沙織ちゃんの背中に何か書いてみましょうか。沙織ちゃんゴールドメダリストだから金って書こうぜ。はい、オッケー。でこれでなんと沙織ちゃんのさこれはひどいゴールドメ吉田沙織さんの背中金って書きましたやばい、これなんちゅうことになったんだ。でまあ別にこうやって文字とか書かなくても塗りつぶしてバーって塗りつぶしちゃえば色を変えれる、イベカラーみたいな感じにするっていうのもできるんだよね。で注意しないといけないのがプレイヤーにもちろんね、さっき見せたドラえもんみたいにできるんだけど、一回死んじゃうとなくなっちゃうから注意です。ということで最後に今まで紹介した、まあ、材料とかこの装備を使って具体的にどのようにペイントっていうのは描いていくのかっていうのをね解説していきたいと思います。ペイントのやり方は大きく3つあります。塗料の直塗り、あとはブラシで塗る感じ、あとはスプレーでシューって塗る感じの3つですね。で一番簡単な塗料の直塗りからいってみたいと思います。で塗料の直塗りはね、このインベントリー内で完結するものに関して適用できます。でどうするのかっていうとめちゃくちゃ簡単、まあ、例えばこのネイビーね、このネイビーをこうやってドラッグするでしょ。ドラッグしたら今白くなってるでしょ。でそこに全部色つけれます。もちろんねブラシとかスプレーに関しては塗料を入れるっていう意味だけど、他の武器とかスキンは全部色付けを開始しますっていう感じになります。ということでまずはシルクハットね、色変えてみようか。 OK、 シルクハット、そしたら何色にしよっかな。お、やばい、ピンクやばい、ピンクにしようぜ。ピンクやばいだろう。はい、シルクハットが黒赤からなんかかなりパリピなシルクハットになりました。おい、これは今すぐプロもいけそうだぜっていう感じに、基本的に塗料直塗りっていうのはこのインベントリーの中で完結するものに対して適用できます。なので装備とスキンですね、実際にドラッグしてそこに持ってくだけで、あとは簡単に変えれるって感じで、これの特徴はもちろん固定式ね、固定式の色塗りのパターンしか無理です。緑くなったっていう感じかな。こういう風な感じで直塗りはやっていくっていうような感じですね。次はね一番自由度が高いブラシ塗りをねやっていきたいと思います。でまずねブラシ塗りに関してはまず初歩的な段階なんだけど、あらかじめね色を塗ることもできます。例えばねこのネイビーの染料を上に乗せるとネイビーになります。かといってこの画面でネイビーから色を変えることももちろんできます。例えば、まあ、何でもいいんだけど、こういう風な感じで変えることもできます。なので、まあ、ここに関してはね正直どっちでもいいです。問題なのはやり方ね、やり方はどうするのかっていうと、まずブラシを装備します。で装備した状態だとちゃんと持ってますね手に。でこの状態で攻撃ボタンね、クリックですね、 PC だとを押すと、このちっちゃグリフィンちっちゃ、ちょっとちっちゃすぎてちょっとあかんわこいつ参考にならん。例えばねここの壁ね、はい、こんな感じですっていう風に色がつけれます。今、まあ、何でもいいんだけど、とりあえず青にしてみようか。青をブラシの上に乗せます。そうするとシアンの材料が塗られたブラシになります。そうするとシアンの色を塗りますかってなる。おすごい色になるな。でこの塗り方に関しては固定パターンなんで、まあ、どの固定パターンも一緒ですね。決められた部位を塗れるって感じで、とりあえずさ塗ってみようぜ。はい、おおっていう感じになります。なのでブラシを装備した状態で攻撃ボタンで、あとは塗るって感じで、自由ペイントの場合だったら自由に描くことができるって感じ。さっきの沙織ちゃんの背中みたいな感じやね。こうあこれはひどいっていう風な使い方ですね。あとね分かりづらいのが1個あって、俺もちょっとねハマったんだけど、自由ペイント、こうやって好きに描けるときのペイントの注意点なんだけど、この視点移動ねっていうのがね結構ね俺探すのにちょっと手間取ったんで、ここも紹介しておきます。で一応 PC なんで俺 PC のやり方になるんだけど、こうやってね今
あの下にこう下ろしてるんだけど、これはね右クリックを押しながらやります。右クリックを押しながらマウスを上下にするとこうやって動きます。であとね左のコントロールを押しながら左クリック押しつつ回すとこうやってくるくるね側面の移動ができますね。向きを変えれますね。でもこの向きの移動が俺最初分かんなくてさ、どうするのってなってたんだけど、左のコントロールを押しながらマウス長押しでこうやってくるくるできます。ちなみにね固定の場合、ポイントを選ぶ固定の場合はね左のコントロールを押さなくてもくるくる回せます。まあ、使い方としては簡単かな。塗料を使って、まあ、固定バージョンだったら固定の部分に塗るって感じ、あとは自由ペイントだったら好きにまあいろいろ書くって感じで、最後にねこのスプレーね、こいつなんだけどペイントスプレーを使ったやり方なんだけど、これはどうするかっていうと、まずこいつの場合はこのブラシと違ってあらかじめ必ず塗料を何かしら入れないといけないです。まあ、筆の場合さ、ブラシの場合はさ、あのペイント画面でいくらでも色変えれたけど、ちょっとね今回ペイントスプレーっていうのはこのペイント画面がないんですよね。なので事前に色を入れます。でまあ何でもいいんだけど赤入れてみようか。赤を入れてちょっと見づらいからシルバーにしましたでこれねあのペイントスプレーに関してはね、まあ、銃と一緒なんだよね。普通に左クリック攻撃ボタンでそのまま塗ることができるんだよね。ちょっと塗ってみるね。バシッバシッ、後ろが塗られてたっていう感じになってます。とりあえず一回シューってやればほら勝手にピョって塗装がなれるって感じで、これねあの表側塗りてえよってなった場合どうするかっていうと、この左側に着色エリアっていうのがあるでしょ、これをね変えるんですよ。でこの着色エリアの変更に関しては右スティックを押しながら下のショートカットキーと同じね1,2,3って押すんだよね。今1を押してるんだけど1が有効無効ってなってるでしょ。でこれで無効になると全部無効になってるでしょ、今エリア1から6まで。なのでやっても何も塗らなくなるんだよね。逆にエリア2を有効にして塗ってみたいと思います。でどこが塗れたのどこが塗れたのこのエリア2っていうのは。おいこれうまく塗れねえぞってなった場合は、まず1回ブラシでタッチします。この地域1,2,3,4,5,6がさっきのペイントスプレーの左に出ていた着色エリア1から6に適用されます。なので今回こっちの裏側は塗れたんだけど、こっちの表側塗りたいよってなった時はまずこっちのねペイントのブラシで一回番号を見るんだよね。番号を見てでこっち側を塗りたいってなってるから、これどこだろうみたいな、あこれで色がつく、じゃあ6番に塗ればいいんだっていう形で今度はスプレーに装備をやり直して、でエイム右クリックをしながら6番を押すわけよね。で6番が有効になるから6番の状態でスーッてやると色がつくっていう感じなんだよね。なのでこれやり方としてはちょっとめんどくさそうだけど、実はね時短できて簡単にできるような仕組みになってるんだよね。でまあこれ何が知っていいのかっていうと、このスプレーはねブラシでよくねみたいになるんだけど、これは実はねあの時短で建築物でっかい建築物とかを一気に塗りたい時にやるんだよね。とりあえずこのどこ塗るかっていうのと、あと色さえ決まればもうさこのスプレーバーって塗っていくだけでこうやってもう全部こう一気に塗れるの、これ簡単でしょ。こうやって一気にずっと塗っていくって感じ、こうやって一瞬で塗れるわけで、これをさ逆にブラシでやろうとすると超めんどいじゃん。一回一回さこの場面に入ってで6番を塗るみたいなことをやるわけですよ。これめんどくさいわけなので、だったらもうスプレーで一気に設定だけ最初に全部済ませてやっちゃおうぜっていうのがこのスプレーのやり方なんよね。今一応ねまとめると、ちょっとめんどくさいポイントっていうのは道具の使い方2つあると俺は思っていて、まず自由ペイントのタイミングね、これの時に視点を動かす向きを変える時は左コントロールを押しながら左クリックを押しながらこうやってマウスで動かすっていう感じ、あとは右クリックを押しながら上下ができるっていうような感じですね。これをやっとかないと自由ペイントが全然自由じゃないから、ここは注意って感じです。であとはねこのスプレーだね、スプレーをやる際は左の着色エリアっていうのが大事になってくるから、これをしっかり設定していくって感じかな。右クリックを押しながらこのエイムした状態で下のショートカットキーと同じ1,2,3,4,5,6これを押すことによって有効無効って決めていくって感じかな。でこのエリアに関してはこのブラシで見れるんで、まあ、例えばこいつだったらまあ、地域の5が、あこの柱の部分かっていう風に分かるから、ここをスプレーで一気に全部塗りたかったら
この5番だけねオンにして全部あとは無効にしておけば一気に塗れるっていうような形になりますね。というわけで本日はペイントのやり方を解説してまいりました。アコね何年もやってるんですけど、正直ね初めて使ったのでこれはかなりね楽しいです。ちなみに僕はオンラインで今やってるジェネシスのトライブメンバーのね、まあ、マップを貼ってあったんでそこにうんこって書いてきました。それでは本日もご視聴ありがとうございました。現在ですねチャンネル登録5000人1万人10万人で目指し、ぜひ応援しててくれる嬉しいです。楽しんでいただけるよう動画の放送今後も続けてまいりますので、チャンネル登録お願いいたします。またいつもコメントや高評価くださってる皆さん、生放送に遊びに来てくださってる皆さん、本当にありがとうございます。ぜひですね恐竜ライフを一緒に楽しんでいただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。